物を食べながら配信する YouTuber はどう思いますか？あんまりいいなと思わないけどな、うん、あんまりいいなと思わないけど。まあ、ただ嫌なら見なきゃいいっていうのが一番大きいから、それも含めて YouTuber に対する好ってあるのかなと思いますけどね。まあ、顔が嫌いだから見ないとかも結構さ、あるだろうから、それも含めて、その YouTuber に対する好みの一つの構成にしかならないのかなと思います、ね。物食べるマナーとかっていうのはさ、結構絶対的なものじゃないっていうか、私もいろんな食のマナーとかさ、教わってきたけれども、なんか上場企業のさ、偉い人と会食する機会があった時に、なんかめちゃくちゃくちゃくちゃ言うとしちゃうとかさ、なんかそこで早食いして、えいみたいな感じで食べ終わっちゃう人とかも結構いたりして、そんなに食事のマナーって、上流階級だからといって徹底されてるわけじゃないっていうか、うん、いう気がするんだよね。だから、あんまり物を食べながら配信するのが絶対ダメっていうことは思わないけど、まあ、それも含めて、視聴者の好みの問題だからね。まあ見たくなければ見なきゃいいのが、そういう話になってきますよね。